はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。QN パワプロオータムフェスティバルというねガチャがやってまいりました。あれは来んのかな、グランドスラム。どうなんですかね。ねえ、なんかメンテナンスが明日あるので、もしかしたら明日来るかも。はいはい、ということで、まあなんか面白いガチャが来たんで引いていこうかなと思います。復刻キャラがこの3体ですね。なるみ、あとは、のどかちゃん、あとはサンタチ、この3体が出現率アップで復刻もしております。はい、で1回目2回目3回目とねこうやって続くことに、この2018オータム PR 選択ガチャ券というのがいただけるんですよ。うん、でこの出てくるラインナップを見ると、まあ多い、まあ多いということで、まあちょっと前にね特もやってたけど、PN 牧場とかたくさんやって、ただ PR がないっていう人はね、このタイミングで獲得できたりしてね、上限開放を進めることもできそうだよね。こんなにたくさんいるよ、すごくない、このラインナップ。ほぼ全キャラじゃない。そうですね、まあ、ちゃんと見てないですけど、ほぼ全キャラな感じがしている。 PR 選択権もめっちゃでかいですよね。うん、結局やっぱ PR ないとさ、 SR の解放ってできないですからね。で、出現するイベキャラはまあここも多いですね。で、初回が PR 選択ガチャ券がいただけて、 PR 以上バナナイからいただけます。で2回目が SR 以上で、3回目がバナナイ SR で、4回目5回目がバナナイ SR、 3回目と5回目がバナナイ SR ということで、まあ、ひとまず30連やってみようかなと思っております。はい、で私に関しては真ん中にいる女性のどかちゃん、1点狙いでいきたいと思います。両脇にいるメンズは50でございます。まあ、でもどれを取っても当たりっすよね。真ん中、うん、このバナナイキャラに関しては。そうだよね、もちろん真ん中が一番最新のキャラなんで持ってない人が多いと思うんですけど、うんうん、まあ、できれば俺はゆうかちゃんの方がって気はしますけどね、やっぱり上限チャップ持ってるんで、うん、まあでもいいガチャっすね。うん、あれ俺のどかって言ったさっき。のどかのどかのどかとゆうか。で、これはのどか。あ、オッケー。もうどっちがどっちか分かんない。あと全然関係ないんですけど、私のチームランクがまた一気に上がりました。こちらはですね、動画でサクセス出しますんで、楽しみにしていてください。ということで、いきます。ガチャル。欲しいな。PR が確定でいただけますよ。誰かも気になる。よし、よし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 。青葉とか懐かしいですね。なんか青葉懐かしいよ。青葉を引いた時、なんかどうやって引いたかって覚えてるけど、特に車運転させて、俺がその月が変わる SR ガチャ券交換して当てた記憶がある。さあ20連目でございます。出現率アップですからね、当てたい。出現率アップって言っても出てくる可能性は低いが、おお、当てたね俺。これ結構進むんじゃないの。でもって次も当てたい。ここね、バナナイからですから、ここで当てたら一気に進む。お願いします。確かね、私がプラス1とかなんだよね、今。1枚、さあ、来い。まあ、ここもしょうがない。もうこんだけ来たからもう文句は言わない。うん。という感じでございます。まあもう20連する価値がちょっとあるかどうかは分からないですけど、結構リスクもあるんでね、まあここはちょっとここまでにしておこうかななんて思っております。でいただいたこれですね、ちょっと気になるんで見ていきましょう。選択だよね。これか。
割と最新キャラもいますね。オーダーマイトもいるし、まあ本当にもう全キャラ、ね、全キャラって感じだね。うわー、国樹もいますよ。これ夏の熱血甲子園で SR の上限解放進んでない人とかワンチャン狙えたりするんじゃない？そうっすね。うん、だって俺もなんか取っちゃおうかなって思うもん。うん、確かに欲しいっすね、国樹。え、これってさ、60連目以降もさ、この選択ガチャ券ってつくの？さすがにつかない？いや、そう、わかん、見てないそこまで。ついたらやばくない？パピオンとかね。いやー、これはすごいね。うん、え、ちょっとそこ確認しよう。どうなんだろう。こちらですね。50連まではもらえて、俺もらえる。じゃあ国字は、え、ここ引くだけで45とかは作れますね。そういうことだよね。6回目以降は通常レアガチャとして SR、PSL、eBay キャラ、え、おまけ付きなってことだよね。はい。え、すごくないこれ。そうっすね。え、7回目以降はありませんとか記述あんのかな。いや、なんかさ、変な話さ、 PR10 枚 PSR にボンってぶっ込んだら俺解放するイメージでしかないのよ。はい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 、すっげえやりたいんだけど。最近始めた方たちはいいかもしれないですね、本当にね。サンタチナルミも超有能ですし、うん、まあそこら辺はまだ全力で投手やられる方はね、割とサンタチもナルミも連れて行きたいキャラじゃん。まあ、割とつかも絶対連れて行きたいですね。ねえ。ちょっとどうしよう。これっていつまでなんだろう。10月3日。どこ、10月3日何の日か知ってる？知らないっす。ミスター・チルドレンの新しいアルバムの発売日ですよ。10月3日までですよ。ちょっと考えよう一回。でもさ、PR 全部国樹借りてボンってやって解放すりゃいいけどさ、解放しなかったと結構きついな。いや、きついっすよ、うん、PR10 枚は。なんか俺、神楽坂の解放の時だっけ、あ、違うよ、能見を50にするときそういうやり方やったんだよね。そうっすね。あ、ひとまずのどかちゃんを、これだよね、2だった。あれ、これじゃないか、のどかは。これはなんだ、ゆうかか。ゆうかっすね、それは。のどか。のどかはプラ1だった記憶が。これにいない？いた。こっちか。ま、とりあえず PR 取っとくかな、これは。なるほどね。いや、ちょっといろいろ迷う。え、どう思う？とりあえず、PSR の解放のために PR はない。はないっすよね。ないよね。まあ、国自の母体持ってるのであれば、うん、SR 母体を持ってるのであれば、そこの解放っていうか、まあ、GO を目指してとか、わかりますけど、うん、PSR に SR 母体なしで直ぶっ込みは、リスキーじゃないですか。まあ、そうだよね。言ってることはすごいわかりますが、そこにチャレンジしたい気持ちもね、どっかにあるんだよ。明日グランドスラム来んのかな、なんか来そうだよね、うん、流れ的にね。ちょっとまあ最近ね、 ガチャも結構やってたんで、そこを見ながらですね、うん、まあただグランドスラムも誰が復刻するかっすよね。もう結構上限チャップ持ちのキャラガンガン出てきたんで、うん、どれが出てくるかが一番大事だと思いますね。なるほど。
グランドスラムもし仮に来るとして明日いきなりその新上限ってことはなさそう。うわ、ないんじゃないですか。そうだよね。まあいろいろありますからね、パワープロ事情も。皆さん、まあオータムフェスティバルということで、まあ PR のね選択ガチャ券結構面白いんで、ぜひともね、あの SR の開放であったり、まあ PSR の開放であったり、ちょっとね目指してるっていう方は聞いてみてはいかがでしょうか。ではそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。